こんにちは、乃木坂進化の、新山でございます。本日は湖南風の蒸しスープをご紹介させていただきます。それでは、食材になります。まず豚のひき肉ですね、あとは鶏のひき肉、戻した干し貝柱、その戻したあの汁も使います。あと調味料、お醤油ですね、紹興酒、お塩、オイスターソースで、これがくわいですね、こちらが食材になります。こちらを練って、この竹筒のスープに入れるんですけれども、シーガル4さん の, あのお水を使って伸ばしていきます。これが湖南風の蒸しスープですね。本来は鳩の肉とか、使うんですけども、今日は鶏肉で代用しております。はい、それではまず、ひき肉ですね、鶏肉、豚肉のひき肉をまず、そうしましたら先にちょっとこれを細かく、叩いていきます。あんまり細かく叩かない方が、食感として残りますので、これくらいで大丈夫と思います。まずお塩ですね、と醤油。醤油は何かこう特別なものとかあるんですか？いや、もう普通の濃い口醤油です。それでこの肉に先に塩分を入れて粘りを出したいので、今塩と醤油を入れました。こうやって練ってるとお肉にこうなんていうんですかね、横筋みたいなこうあれが出てくるんですね。そこまで練っていきます。こういうふうに少しずつこう粘りのあれが出てきます。で、あとはオイスターソースですね。で、ある程度こういうふうに少し粘りが出てきたら紹興酒、今回ご紹介いただくお料理の組み合わせとかっていうのは、はい、地域によって異なっちゃったりするんですか？大体でも豚肉と鶏肉がベースになっていきますね。あとはこの中に入れるくわいの代わりに、レンコンを入れたり、そういう感じですね。もう本当にこうシンプルなスープですから、だいぶ粘ってきましたんで、干し貝柱ですね、もう汁ごと。ここの練り方によって仕上がりが違ってくるんですよね。ですから本当によく練った方が、だいぶ少しこう白っぽくなってきて、筋みたいなのがいっぱいこう出てきたんで、もうだいたい大丈夫ですね。こうしましたら最後にくわいですね。シンガポーさんのお水ですね。まあだいたいというか500ですね。水を少しずつ、これ水が違ってくると味とかも結構違ってくるものなんですか？そうですね、やっぱり雑味だとかそういうののあれで、だいぶなんていうんですかね、シンプルなスープですから、本当にただこうやって練って蒸すだけのスープなんで、これで全部入りました。
器もそれは本物の竹なんですか。そうです、竹を何ですかね、節のところで切って作った器になるんですね。水を加えてお肉とこう合わせるときはどの程度が目安というか、さっきみたいに肉だけずっと練ってると粘りと、何ですかね、この上に浮いてる油みたいなのが出てくるんですよね。そこまで練っていただいた方が、何ですかね、仕上がりが滑らかなスープが出来上がるんですね。でこれが蒸し上がるとコンソメみたいな透き通ったスープができますんで、そうしましたらですね、アルミで蓋をします。まあ、本当はこの竹筒に竹の蓋があるやつもあるんですけど、こういうふうにない場合はもうアルミでのまんま、あともうちょっと贅沢にしたいんであればこの中でフカヒレ入れるとか、あとフォアグラ入れるとかっていうのもありますね。フォアグラっていうか、まあレバー系ですね、ああいうのを入れても美味しいですね。あとは蒸していくだけです。時間はどれぐらい、40分ですね。40分蒸し上がればもう中が固まってますから、それでは40分、蒸し上がりました。出来上がりですね。ちなみに蒸し器の火加減とかどの程度でずっと40分やればよろしいですか。強火で、もう本当に強火で結構ですから、まあガスでやるときは気をつけてお水がなくならないようにした方がいいと思いますね。お肉が真ん中に固まんなくなりますんで、必ず強火で、蒸してください。はい、それではコナン風スープ完成でございます。このスープはコナンを代表するスープって言っていいんですか。そうですね、コナンショーっていうのは竹がいっぱい取れるんですよ、はい、ですからこういうスープが、流行ってるっていうか、なんですかね、その地元では、はい、多いんですよね、じゃあ竹は食用というか、まあ、ちっちゃいものは竹のことして用にもなるし、器としても使う。だからさっきみたいな乾燥させたり、はい、塩漬けしたり、いろんなので使うんですよね。でこういうできた竹はこういう器にしたりと、こういう器も風情があっていいですよね。そうですね、それで新しい竹よりこうやって何回か使ってる竹の方が旨味が出るんですよね、はい、あ、やっぱ旨味がもう竹自体に、もう中に染み込んでますから、はい、うちも新しいやつはもう絶対に何回か、はい、わざと作るんですよ、何回入れて、で蒸して味を染み込ませてから使うんですよね、いただきます。これクリアですね、はい、これがすごい旨味がしっかりあるのがもうよくわかりますね、はい、あ、旨味ぎっしりなんですけどすごい喉越しが綺麗ですね、すごい軽いんですよね、香りだけだともっとパンチのある味を想像してたんですけれども、すごい優しい味だった、はい、清涼感もあって、はい、でもその清涼感は竹からも来てるかなと思いますし、あとお水がやっぱりいいのかなというふうに感じるんですが、シーアンフォーさんのお水の方がやっぱりクリアな、本当のすっきりした、仕上がりになるかなと思うんですけどね。固まってますけど結構ふわっとしてるんですね。そうですね、やっぱりしっかり練ることによってこういうふうにふわっとなってね、練りが足りないともっとお肉がバラバラになっちゃいますし、ですから塩分、塩と醤油を入れてよく練るっていうことですね、よく練ることでちゃんと固まるということですね、はい、それをしないとバラバラになってしまう、美味しい、ふわっとしてて、でもやっぱり鶏と豚のそれぞれの旨味があるのと貝柱の、はい、まあ、まとめ役になるんですかね、旨味がまた違う、お肉とは違う
シーフードというか、そうですね、はい、貝類の旨味と、あ、くわいが食感のいい役割ですね、あの細かく刻まないようにとおっしゃったのがよくわかります、はい、中国料理らしいスープですね。中国の料理っていうのは蒸し料理って結構多いんです。その代表的なあの料理の一つかなと思ってますよね。息子部で素材そのままから水分を出しつつ、旨味をまた還元させてって感じなんですね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。